はい、ということで皆さんこんばんは、理事長でございます。今回ですね、マップ制作班の新人募集の動画を撮っていこうかなと思います。よろしくお願いします。イエーイ、お久しぶりですね。なんかね、結構久しぶりの動画班募集になるんじゃないのかな。まあ一応なんかブロックスフルーツで募集はかけたんですけど、あれってまあ実質ブロフルなんで、動画班じゃないんで、ちゃんとした動画班の募集ってのは4ヶ月前らしいです。6月にかけて、7月に、バンナナくんとか、レアちゃん、ホンワカちゃんあたり。ちょっと待ってください。ほら、ここら辺のメンバー。ほら、ここら辺のメンバーが加入したと。あれから3ヶ月経過したということで、また新たにね、追加で募集をかけようかなと。はい、思います。で、まあ、なんで今回募集かけることになったのかっていうと、やっぱり人手が足りてないっすね、全然。人手がマジで足りてなくて、ノットとかグゾクムシみたいに普通の動画、撮影とかに出るメンバーも制作に協力してくれてたりするんですけど、まあ普通にじゃあ撮影している間って、じゃあこっちのバンナラくんとかの手伝いができないわけじゃん。物理的にね。ってのがあるので、もっとなんか裏で作業する人間っていうのが増やしたいなと思って今回の募集かけましたね。まあかつ、なんかちょうど僕の撮影日にベイブレードなんかベイブレードのイベントがあったんですよ。あれ僕その司会進行やったんですけど、いかがでしたか、あれ。あれま、司会っていう司会やってないけどね。なんていうか、マップ制作ああいうものになんか興味を持っている人いるんじゃないのかなということで、まあ、このタイミングでの募集という形になります。なので、まあ、遠慮せずに皆さん応募してください。で、まあ、募集条件としましては、一応、初心者でも OK にしてる。だから、ロブロックススタジオが使える PC を持っているっていうのは、絶対条件なんですけど、はい、絶対条件です。あ、でも、応募フォームに書いとくわ。機種は何ですか？スマホ、PC みたいな書いてて、スマホって書いてる人間を全員切っていく。もう、そもそも。絶対なんか意味もわからず応募する子出てくるから、スマホって書いてる人全員切っていくわ。あ、これ絶対無理だよねっていうトラップを何個か仕掛けとくわ。応募フォームにね。で、まあ、そういうのやろうかなと。で、まあ、だから PC が使える人っていうのが前提。リンゴくんとか弟くんみたいに、スクリプトができる子は、まあ、できるみたいな、ちゃんと書けるとこ用意しとくんで、あとなんか過去に作ったマップみたいなのもちょっと見ようと思うんで、はい。なので、まあまあ、だから、遠慮せずに書いてください。僕は、スクリプト組めますとか、過去にこういうマップ作りましたみたいな、やつがあれば、それも書いてください。で、今回から、特殊なルールを追加したいかなと思います。はい。今までなんか、応募フォームを書いてもらいます。それを見て、実際に読んで、動画班とお話ししますみたいな、面接しますみたいな感じだったんだけど、一個分かったことがあって、マップ制作班なのに、そのマップ制作の試験みたいなこと一切やってないなってなったんですよ。言ってる意味わかりますかね？まあ、一応なんか、その過去に制作したマップの URL とかリンクを送ってもらってるので、まあ、そこは、ま、そこ見ればある程度の能力がわかるものの、じゃあ実際に、それって一人で作ったものですよねっていうことなんですよ。グループで制作することが多いので、実際にグループ制作した際にどういう感じの子なのかっていう能力を見る必要があるんじゃないかっていう結論に至りました。なので今回はチャットにも書いてるんですけど、二次試験みたいなのをやろうかなって思ってます。一次試験で今まで通り応募フォームとか、過去制作したマップみたいなのを出してもらった後に、まあ二次試験合格者をまあ何十人か呼びます。で、それを、まあ、3人か4人ぐらいのグループに分けて、短期間で、そのグループで一つマップを作ってもらうと。その際に、ディスコードのグループとかも分かれてもらって、まあ、VC つけるとか、チャットするとか、まあ、スタジオ内で、まあ、スクリプト組むとか、そういったものを、理事長とか、その他のメンバーで見ようと。それで、あ、うちのグループに合ってるよね、合ってないよね、っていうのを判断させてもらおうかなと思ってます。はい。まあ、1週間ぐらいだね。そう、フォートナイトの時にやった。フォートナイトの二次試験、三次試験、要はノットが入ったりとかした時の動画班募集の時はそういう感じだったの。フォートナイトのクリエイティブで1週間以内に1個マップを作ってきてくれと。それでそのマップを作ってるそのクオリティももちろん見るんだけど、マップ制作をしてる中でのこう雰囲気とかね、怒った人がいないかとか、一人で勝手に全部やり出してないかとか、そういったものを見てなんかその選んだんだよね。今回はそれをやっていこうかなと思います。はい。どうですか？動画の皆さん、なんかこういうメンバーが欲しいとかありますか？ムーンアニメーションを教えてくれる子。アニメーションできる子もいいね。最近ちょっとショート動画力入れようと思ってて、アニメーションとかができる子？やっぱ結構大事かも。あと、のっちゃんが今頑張ってんだけど、モデリング？
あの、ブレンダーとかでモデリングしたやつをスタジオに持ってったりすんの。だから、あの、ブレンダーとかモデリング使える人とかいたら結構強いかもね。あの、スタジオ使ったことないけど、ブレンダーあるんですよね、みたいな。で、別になんかスタジオにブレンダーぶち込むだけだから、ブレンダー担当の動画班とかいてもいいかもしんないね。チャット GPT を使わない子、アボカドくんだね。アボカドくんが、夏頃に1ヶ月ぐらいかけて人狼ゲームを作ったの。で、俺すごく心配してたんだけど、アボカドくんが、いや、僕は一人でできますって言うから、アボカドくんに丸投げしたら、1ヶ月ぐらい経った後、なんかモチベが消えました、みたいな。なんか、ほざき始めて、で、なんか、止まっちゃったの。1ヶ月ぐらい制作したのに、止まっちゃったの、全部。で、他のメンバーにも協力してもらったんだけど、それも全部止まっちゃったの。じゃあ、ちょっと代わりに、弟くんとか、カバサブくんに引き継ぐか、つって、スクリプトを見た時に、スタジオのスクリプトの知識ないくせに、チャット GPT で全部書いちゃって、それのせいで、あの、コードが、もうぐっちゃぐっちゃ、なんだっけ、スパゲッティコードって言うんだっけ、そういうの。もうぐっちゃぐっちゃしすぎて、弟くんとか、でも、修正不可能みたいな。もうレベル化になっちゃって、今、マップが止まっちゃった。あれもボツだよね。今から修正無理だよね、多分ね。っていうのがあるので、僕でもよくわかってないんでしょ。1ヶ月が全部水の泡になったっていうのがありました。チャット GPT 使ってもいいんですけど、もちろん。使ってもいいんだけど、やっぱ最低限の知識を持ってる人が使わないとそうなっちゃうってことだね。頼んだのを全部やってくれる子。Y ちゃんだね。Y ちゃん。バンって画像貼ってるけど、まあ、このようなことがありました。ユートとね、ペアパヤちゃん、共同制作するって、ペアパヤちゃんやりたいって言ったけど、まあ、結局、ユート、Y は辞めるわーとか言って、いきなり辞める宣言。うん。で、ユートの返信一切返さない。で、理事長が、おい大丈夫かって連絡したら、1分間で、バレたわーつって、なんか。もう意味わかんないですね。はい。そういうことがありました。今画像貼ってます。まあ、それを起こさない子大事だね。確かに。ほうれん草大事だもんね。共同的に活動。まあ、リンゴくんみたいに個人で制作する能力があればいいんですけど、まあ、どっちかっていうと、こういうグループでいろいろ協力し合いながら作るっていうのが多いの、うちって。一人で作るっていうのもあるんだけど、だった時にもうグループ制作ができないと、ちょっとお話になりませんよっていうことですね。皆さん、そちらもね、よろしくお願いいたします。リンゴくん優秀だよね。リンゴくんみたいな子がいいよね。トラブル起こさない子いいですよね。あとは、応募フォームに書いてるんで、見てください。前回あったのが、なんか、企業と今共同制作してるみたいなのがいたの。企業と共同制作してるんだけど、その企業側、そのグループに何も連絡入れずに、マップ制作官に応募してきた子とかいるの。マジでやめてね、それ。マジでトラブル起きるよ。勝手にやられたらマジでトラブル起きるよ。ある程度考えた上で、完全にもうリリチオたちと一緒にやれるメンバーの中で来てくれればいいのかなと思ってますね。はい。高校生以上？まあ中学生でもいいよ。だって弟くん中1だよ。別に年齢関係なくねえか。年齢あんま関係ない気がするけど、やっぱ参加率大事だよね。なんか受験生とかで応募したり来るんだけど、受験なのでほとんど来れませんって子が今入られても別に、だって困るじゃん。そう、あとほうれん草できる人、あるあるだよね。マップ制作してる最中に、どういう風に作ればいいのかわかんなくて、マップ制作が止まってましたと。でも、誰にも何の報告もせずに、そのままズルズル行っちゃって、今マップどんなもんなの？いや、全く作ってないです。え？みたいな。なんか結構それあるあるなんで、それちょっとやめていただきたいかなっていうのがあります。まあ、応募フォーム見てください。応募フォームにそのスクリプトを僕特化してますとか、モデリング特化してますとか、そこ書かせる欄作るんで、動画に出たくない場合は出たくないって言ってくんない？リンゴくんその形式なのね。動画にはあんま出たくないけど、マップ制作をちょっと裏方として頑張りたいみたいな。それもちょっと書いてください。今のとこ出てるけどね。スタジオの企画。じゃあ、新人の6人たち、ちょっと皆さん、ステージの後ろ来てください。こっち来てください。今から一人一人マイクに来てください、新人。で、マップ制作班に受かるために意識したこと。こういうことを意識して応募しましたみたいなのがあれば一言言ってください。じゃ、バンダナくん、一歩前に。ほら、バンダナくんはね、受かったわけじゃん。一回落ちてます。一回落ちて、二回目のリベンジ戦で合格してるという感じなんですけれども、なんかどういうことを意識したとかありますか？どこがどう飛び抜けて進化しているか。だから、どこで特化しているかってこと？確かにそれも大事だね。やっぱスクリプトめっちゃやってますって子もいれば、景観？スクリプト組めないけど、景観めっちゃできますみたいな。そういったものをなんか自己 PR するところに書いてください。じゃあいいよ、座っといて。じゃあレアちゃん。レアちゃんとかね、マップ制作全くやったことない状態で、一応入ったという感じなんですけども、どうですか？大丈夫？なんか歯茎黒くなってない？レアちゃん大丈夫か？応募文はふざけずに書きました。二次試験ではちゃんと返事するように頑張りました。ふざけてないっけ？ふざけてないっけ？じゃあ見せていいんだね、動画。じゃあレアちゃんが一次試験の時に送ってきた YouTube の限定動画出していいの？じゃあレアちゃん。はーい、理事長さん。I'm rare な、許さんって。
でもね、あれすごかったよ。なんか、マップ制作班じゃないもんね。なんか、動画班とか、その、動画に出る側のなんか応募分だったもんね。うん。あの、キャラマジで濃かったよ。一番濃かったもん、レアちゃん。あーってのがあるので、まあ、インパクトを残すのも大事かもしんないね。そう、顔出してたもんね。うん。まさかの顔出しだったよ。なんか、普通に可愛いなんか中学生の女の子が、顔出してなんか、挨拶してたからね。普通に可愛かったよね。美人さんだったよね。あの、グソクムシとかのっちゃん動画班みんな見たんだけど、その動画。無敵の人、そう、無敵の人だよ。まあ、で、他の動画班からも結構頑張ってるんじゃないかって言われてたんで、まあ確かに大事ですね。インパクト残すの大事。はい、レアちゃんありがとう。じゃあ、本若ちゃん行く？本若ちゃん。本若ちゃんなんか意識したことありますか？応募文書いたりとか、試験受けてる時になんか意識したこと。二次試験の時だけど、事前に質問されることを予想してそれをルーズリーフにまとめていた。あのね、ギャルじゃないよね。あなた実は。本当に学校でさ、あのタブレットで見てんの？ YouTube。授業聞かずに。ギャルだったやんって見てるんだ。学校の授業は聞いてないのに、なんかそういう二次試験の時はなんかルーズリーフでまとめたりしてるんだ。真面目な一面もあるんだね。はい、わがちゃんありがとうございます。そうだね。ちょ、緊張しないようにね、上がらないようにやらないといけないね。じゃあ、はい、猫チキちゃん。猫チキはね、結構前からいたよ。うん、そもそも。マップ制作班来る前から、いろんなとこ応募してたんだけど、猫チキちゃんなんか意識したことありますか？応募文は自分が伝えたいことを真面目に全部書いたのと諦めないこと、スキンをおっさんにすることって。猫チキちゃん何回応募したんだっけ？何回応募したの？過去に。3回、そうです。猫チキちゃん3回目で受かってんの。これ猫チキで3回応募してんの？今まで。あ、別の名前とかで応募してんだ。らしいです。猫チキになる前から応募してきてると。で、キャラが足りないなと思ってわざわざ女の子だけどおっさんスキンに変えてきてんだよ。うん、で、実際ファンアート一切書かれてないみたいな。で、3回目から受かってると。一応まあ努力はしたわけですね。はい、ということなんで、そういうの大事、諦めないこと大事ですね。カナピってそうだね。じゃあ、カサくん聞く？カサくん答えられる？カサくんいける？こういう系いけんの？カサくん。なんか、意識することありますか？自分みたいに緊張して意味わからないことをたくさん言わないこと。意味わからないこと言ってなかったよね。あの、カサくんの時。結構カサくん真面目に答えてたイメージだけど。あれ、緊張してたんだ、あれ。すげえ真面目に、あ、ちゃんとして、マップ作ってきたんだな、みたいな。VC では日本語喋れてる。そうだよね。なんか、チャットの時になんか意味わからないこと言ってるぐらいだよね。確かに、カサくんありがとう。ちょ、聞いとく。じゃ、アボカドくん聞いとく？まあ、アボカドくんも一応ほら、マップ制作ができる動画班募集として、その、来たわけですよ。だから、アボカドくんなんかありますか？寿司スキンじゃない人、はい、ありがとうございました。はい、もういいですよ。で、弟くんなんかある？これ、毎回さ、話し合いしてる時思うんだけど、うん。何？長い、長いよね。長いよね。そう、まとめて話せばいいのに、なんで短文で書いてんのよ。遅くまで起きれる人、これ結構、言ってなかったね。これ大事。11時までしか入れません、みたいな。でも、夕方は作るんで、とかじゃダメなんですよね。結局、メンバーで一緒に作らないって意味ないんで、そう、曜日だけ書くやつ、そう、水曜日行けますとか、話になんないんですよね。例えば、水曜日の、例えば夜中の2時、3時まで行きますとか、24時間ずっと行きますとか、やっぱ長時間入れるメンバーじゃないと、入った後も結局馴染めずに、あんま面白くないと思うんですよ。入る以上やっぱ楽しんでもらわないといけないから、楽しくないとやっぱ続けられないじゃん、こういう企画って。なので、やっぱ長時間入れるメンバーってのは結構大事かもしれないですね。ありがとうございました。はい、ということで、まあこんなもんですかね。なので、まあまあ以上の条件のもと、皆さん、単語パイセン言っていいよ、じゃあ。何？なんかあった？言いたいこと。絶対に何もやらかさないように意識して入りました。今もやらかしてません。じゃあ言っていいんだね。じゃあ動画で言うよ。動画では一回も言ってないからいいわ。じゃあ3号パイセンが過去に、この夏頃に3、4回ぐらいやらかしたんだけど、それ全部言っていいんだね、3号パイセン。嘘つきました。許してくださいって。大丈夫ですね。じゃあ大丈夫ですね。これ笑ってるけどね。めちゃくちゃ笑ってるけど、最近やらかしてるからね、一番ね。はい。ということですね。はい、以上。まあ、これを参考に皆さん応募してきてください。二次試験に関してはマップを作ってもらいます。で、お題も決めます。例えば、OB 作ってとか、っていうのをお題渡して作ってもらうって感じですね、グループで。はい。なので、皆さんそこもよろしくお願いします。概要欄とコメント欄に応募フォームのリンク貼ってるので、そちらをちゃんと確認した上で、応募をお願いいたします。スマホ勢でもやる気ありますとかはいらないんで、そういうこう、マップ制作、PC できる人、応募条件を満たしてない人は応募をやめてください。迷惑なんでね。はい。ということで皆さん今日の動画終わりです。お疲れ様です。バイバーイ。